わかったよ。だから引っ張るなって。うん。はあ。もしかして、これを運ばなきゃならないとか？うん。頑張れるってアニメの？これって、カズキのクラスの展示物？うん。でもなんでカズキが一人で運ばなきゃならないんだ？クラスの連中は？辛い状況だな。うん。だ。うん。うん。うん。誰がぼっちだ。違うわ。今日はたまたま仲のいい子が休んでるだけだから。うん、え、すまん、僕の勘違いだ。で、僕にどうしろと？うん、うん、代わりに運ぶのを手伝えって？うん。でもこれって重いんじゃないのか？よし、そっち回って。そう、いっせーので持ち上げるぞ。うん。行くぞ、いっせーの。うん。おい。うん？お前リズム感ないのか？完全にずれてるぞ、遅い。
僕が悪いみたいな顔をするなよ。もう一回やるぞ。うん。一斉。うん。今度は早っ。もういい。和樹に僕が合わせるから、とにかく持ち上げろ。よし、それじゃこのまま運ぼう。そこんとこ角になってるからな、気をつけろよ。先に登って、そうそう、そのままゆっくりゆっくり踏み外すな、踏み外すんじゃないぞ。あ、おい。大丈夫か、カズキ。カズキ、怪我はないか？ほら、じゃあ立って、早いところこれ持っていこう。1の A、ここか。うん。あ、カズキ、運んできてくれたんだ。てっきりバックれたのかと思ってた。あれ？てか、こっちの人は？あ、いや、あ、その…ああ、知ってる。確か新聞部の。明日渡部と対談するって。え、君は？あ、大河内って言います。いや、名前じゃなくて知ってるんですか？その、
渡部殿。やだ、みんな知ってますよ。噂になってるし。頑張ってくださいね。楽しみにしてますから。はい、ありがとうございます。わざわざすいません。あとはこっちでやっとくんで、そこに置いといてください。何？くれるのか？それ食べかけだろ。どうも。手が空いたら生徒会の方も手伝ってくれよ。一応部員なんだから。合計で3127円になります。
すみません、いらっしゃいませ。4378円になります。